よろしくお願いします。お願いします。アドロ写真集久しぶりに発売ですけども、どんな内容か教えてください。内容としましては、私の今まで生きてきた前、この時は29歳なんですけど、まあ、30代目前に、29年間女性として思いっきり楽しんで、一生懸命生きてきた、いろんな経験を生かして、いろんな感情やいろんな心を、体と表情を使って思いっきり表した、そうですね、まあ、私の等身大であり、今までよりは大人で女性としての楽しみや華やかさや色気を閉じ込めた一冊になっています。中でもお気に入りショットありますか？お気に入りショットは、たくさんある中で迷ったんですけど、これですね。オールインワン、オーバーオールを着ている。これどういう状況なんですか？セクシーオーバーオールです大人セクシーにオーバーオールを着てみました。これは宇野さん、初さんで、これは私と、その時の写真集のスタッフの皆さんで、もともとは予定はしていなかったというか、まあ、この写真集自体のその撮りたいコンセプトも決まっていたんですけど、いろんなこうポージングとか衣装とかは本当にその時の、私の気持ちだったりに素直にこう任せてもらっていたので、こういろんな流れで、あ、じゃあちょっとこのオーバーオールを今の私ならどう着るんだろうってなって着てみたらこうなりました。このビジュアルが発表されてからもう2週間以上経ってますけども、はい、どうですか反響は？あ、いや、すごいやっぱ驚いてくださってる方もたくさんいて、で、そうですね、やっぱり今まで AAA のライブに来てもらっているファンの方にとっては驚きも多いだろうし、でもやっぱこの写真集を作ったことによって実際にトリプレーの宇野美沙子を知らなかった方にも興味を持っていただけたのかなというなんかリアクションというか、評判は聞くのですごく嬉しいです。メンバーの評判はいかがですか？いや、まだ聞けてないです見てくれてるといいなって思いますけど差し上げたりはしないそういうことはあえてはしていないですけど、そうですね、もし欲しいと言ってくれたらもちろんあげますけど。じゃあ宇野さんから誰かにあげ、あのメンバーを誰かにあげたりとか、もし言われたら。あ、言われないとあげない言われないとあげない見られても恥ずかしくは別に照れとかそういうのはあんまりない。いや、でも大概なんだろう、11年一緒にいて大概のことは知ってるとはいえど、この写真集の中のような私のことは知らない気もするので、少し照れはありますね。伊藤さんが今まで実現してきたことの中で、この写真集どこら辺まで実現しましたか？やりたいことを実現してきた。あー、どこら辺まで、まあ、7割ぐらいですかね。今後挑戦してみたいポーズとか。いや、今回そのこの写真集を作るにあたって、カメラマンさんにも、いや、撮影までになりたい自分に限界までこう体を作り込んでいくので、綺麗に撮ってくださいって、その私を綺麗に撮ってくださいっていう話をさせていただいていて、
なのでなんかこう自分のいろんなこうプロポーションというかコンプレックスとかもできる限りこうプラスに変えられるようにトレーニング体作りはしていたので、でも実際これが今 100% かって言ったらまだもっと女性としてまあいろんな経験も積み重ねていろんな表情も引き出したり、まあ体も年は重ねますけどそれに相反してもっともっと磨いていきたいという気持ちはあるので、それをだからどこが100点なのかをずっと探して求めているので、なんかもっともっと憧れに近づいた自分を写真に撮ってもらいたいなという気持ちはあります。